ゴン」とテレビアニメ「転生したらスライムだった件」コラボイベントが復刻開催のも期間中はコラボ限定キャラ「ミムルテンペスト」やコラボ限定のキャラ置き買いが手に入るのも。今回はこれらのコラボ限定アイテムの入手方法やキャンペーンなどを紹介していくのも。今回のコラボで限定キャラニムルテンペストが再び登場のぼ。ニムルテンペストはコスト3で4体まで召喚できる中型進撃キャラ。前進して敵と砦を攻撃するのぼ。スキルはグラトニー。グラトニーを発動すると攻撃した敵を確率で拘束して一定距離引き寄せるんだのも。スキルでの攻撃時、確率で敵の種類に応じて能力を獲得、もしくは特殊効果が発動するのも。敵に応じた砦戦闘能力や遠距離攻撃、飛行能力が獲得できちゃうんだのも。詳しくはリムルテンペストの使い方で紹介しているので、ぜひそちらも視聴してほしいのぼ。さらにニムルは魔素ゲージというゲージを持っていて、通常攻撃やスキル発動で少しずつ溜まっていくのぼ。魔素ゲージがマックスになると名義移動が発動。スキル発動タイミングで発動して周囲の広範囲に大ダメージを与えるのぼ。名義移動を発動したリムルは獲得した能力の一部が消滅するのぼ。名義移動には使用回数の上限があり、回数を使い切ると魔素ゲージがなくなってメギドを打てなくなるのぼ。さらに今回の復刻コラボでリムルテンペストにガチスキルが追加されるのぼ。その名も覚醒グラトニーのぼ。グラトニーで能力を獲得できる確率が増加。すでに獲得済みの能力を再度獲得した時、追加で魔素を獲得。発動後一定時間メギドが強化されるという性能になっているのぼ。そんなリムルテンペストは期間中に登場するコラボのアバタマで当たる特別なキャラのぼ。複数回手に入れることで専用のお着替えも入手できて、ステータスが少しアップするのぼ。お着替えを手に入れたら好きな衣装で戦いに挑むのぼ。さらに今回の復刻コラボではリムルの新たなお着替え魔王覇気が登場のぼ。こちらも入手することでステータスが少し上昇のぼ。そしてヘンスラでおなじみのあのキャラたちもお着替えで登場のぼ。ホロールのコラボ限定お着替えゲルドセット、ヴィーナスのコラボ激レアお着替えトレイニーセット、ヘッジホッグのコラボ激レアお着替えミリムセットがコラボのアバタマに追加登場のぼ。これらはお着替えすることでボイスも各キャラごとに変化のぼ。ゲルドのキャラボイスは山口太郎さん、トレイニーのキャラボイスは田中理恵さん、ミリムのキャラボイスは日高里奈さんに新規収録いただいたのぼ。もちろん入手することでステータスが少し上昇するのぼ。さらに前回同様コラボのアバタマからは剣士専用のお着替えベニマル、シュナのそれぞれのなりきりセット、そしてアマゾネスのコラボ激レアお着替えシオンセット、ジャイアントサイのコラボ激レアお着替えランガ&ゴブタセットが再登場のぼ。ちなみに激レアお着替えは入手するとステータスが少し上昇するのぼ。コラボのアバタマは城下町画面の右側にあるアバタマをタップして回すことができるのぼ。コラボ期間中にはアバタマチケットのプレゼントもあるので、ぜひゲットしてほしいのぼ。続いてコラボイベントとキャンペーンを紹介していくのぼ。コラボ期間中はリムルテンペストを使ってミリムに挑むレア上手イベントが開催のぼ。一定数レア上手を撃破すると剣士を着替えミリムなりきりセットが獲得できるのぼ。レア上手イベントに挑むにはまず城下町画面の右下のバトルから攻撃を選択するのぼ。コラボ期間中、この攻撃先のお城にレア城主が出現するんだのぼ。右下の「もっと探す」をタップするごとに攻撃先のお城が変わるので、コラボ期間中に出現するレア城主を探すのぼ。他にもリムルやシオン、ランガ&ゴブタのお着替えをした白ドラキャラたちが攻めてくる襲来イベントや、リムルを使ってステージクリアに挑戦する SP討伐イベントが開催されるのぼ。襲来イベントに挑むには、まず城下町右上の本部から防衛作戦を選択するぬぼ。そこで城を防衛するキャラたちを設定するんだぬぼ。設定が完了したら城下町に出現する襲来をお知らせするキャラをタップするぬぼ。あとはバトル開始をタップすれば自動で戦ってくれるぬぼ。早送りで見たい人は倍速機能もあるので活用するぬぼ。これらのクリア報酬ではルビーやドラゴンメダルなどがもらえるから必ずチャレンジするぬぼ。さらにリーダー腕利きグランプリがコラボ期間中に開催ぬぼ。コラボ限定キャラリムルテンペストをリーダーにして期間中のリーグに挑み、より多くのキャラフレピーを獲得したランキング上位者や規定ポイント数を達成した方にはコラボ限定のキャラフレームが贈られるぬぼ。そしてキャンペーンも盛りだくさんぬぼ。コラボ当日からは CP やアバタマチケットがもらえるログインボーナスのほか、素人ドラゴン X アカウントでサイン色紙が当たるキャンペーンも開催中ぬぼ。要チェックぬぼ。テレビアニメ「転生したらスライムだった件」コラボは9月27日金曜日23時59分まで。ぜひお友達と一緒にコラボイベントを楽しんでほしいぬぼ。というわけで今日は以上ぬぼ。みんなチャンネル登録よろしくぬぼ。